連れてきました。ご苦労。何事ですか？チリ、君に頼みたいことがある。レオパルド、安全地区へ避難させろ。え、しかし、絶対防衛線があるから、大丈夫なのでは？あ、そうか。チリにはまだ行っていなかったな。絶対防衛線は、崩壊した。そうか。それは、まずいな。だから、チリ。頼む。もちろんだ。レオパルドのところまで、案内します。わかった。頼むぞ。了解。そろそろ準備をするか。やっぱ僕はウインナーかな。いやいや梅干しだって。なんだ？レオパルドはいるか？あれ？チリ、どうしたの？あ、いたいた。レオパルド、今すぐ逃げるぞ。逃げるって、え？何？我が日本ツリーはレオパルドを全力で死守する。ついてきて、一緒に逃げよう。え、でも、こんな無責任なことして、いいの？無責任？僕のせいで、知ってしまった戦車だっているのに、逃げるなんて、無責任だよ。レオパルド、君は生きねばならん。君がいたから、日本ツリーは変わったんだよ。変わった？そう。本当に、そうですよね。日本ツリーにとって、初めて守るべき存在ができた。行こう、レオパルド。うん。こうして、チリとレオパルドは安全地区へ避難した。もう少しで着くぞ。ふう、結構走ったね。なんだ？ティガー？レオパルド、俺があいつの相手をするから、逃げろ。チリ、大丈夫？ああ、大したことじゃないさ。
少し遅れてしまった、急ぐぞ。うん。なんだなんだ。レオ、また敵のお出ましのようだ。わかってるよ、逃げておくね。まったく、どうなってるんだ。行こうか。うん。あ、なんだ。うん、あ、あれは。様は誰だ。我が名はドイツフリーシントップのレオカルドワンだ。シントップ、わざわざここまで来てやったんだ。さあレオカルドを渡せ。こんなことがあってたまるか。レオカルド、早く逃げろ。ダメだ、チリを置いていけない。早く逃げろって言ってんだろ。チリ、他国の車両をかばうとはいいご身分だな。レオは魔法釣りそのものだ。日本はあるか？貴様、レオパルトだけは渡さないと。絶対に。チリ？この野郎、欲のチリを。返せ、返せ、僕のチリを。悪いが、もうチリとやらはいないぞ。貴様、欲もそんなことを。待ちやがれ、三人。この愚か者、レオパルドは絶対に渡さないぞ。なんだ、チリの国はいきなりか。ちと、俺に構うな、早く逃げろ。でも、逃げろと言ってんだろ、またしばかれたいのか。日本戦車はこんな奴ばかりだな。自分の身を犠牲にしてまでかばうなんて、よくわかんねえな。ち、逃げやがったか。もう日本勢力も虫の息だ。いい暇つぶしだな。レオパルド、逃げろ。あ、なんだ。もうこれ以上レオパルドに手出しはさせんぞ。レオ、今のうちに逃げろ。わかった、どうかご無事で。まったく、勘弁してほしいものだ。それはこっちのセリフだ。日本釣りをめちゃめちゃにして、行って帰れると思うなよ。何馬鹿げたことを言っているのだ。我々のことをよく知らないからそんなことが言えるのだ。レオパルドなら、貴様を祖国に絶対返さない。いいぞ、出てこい。こんなこともあろうかと、こいつを持ってきたんだ。こいつ。
あ、マウス、一体どうやってここまで運んできたんだ。マウス、ご苦労。僕はこのチビを潰せばいいのですか。チビじゃねえし。ああ、そのチビを潰しろよ。チビじゃねえって。さあ、かかってこいよ。そんな巨体で被弾面積が増えるだけだぞ。所詮アジアの三流国が口出しするな。おい待てこら。あ、タイプ6一。もう引き勝ってはさせんぞ。ここまでやって国際社会が動いていないわけがない。国際社会、お、ちょうど来たようだな。え、何この人。可愛さが全てを制す。他国への領土侵攻はダメだぞ。ああもう何こいつら、鬱陶しすぎる。あ、兄貴。え、あいつ兄貴だったの。いや、違うけど。え、待ってどういうこと。そいつは俺の兄貴だよ。あ、悪いな、兄貴は倒したぞ。いやまあ兄貴じゃないんだけどね。ああ、よし、なかったことにしよう。お、おう。レオパルド1、覚悟はいいか。ああ、日本トップを倒せば指揮系統は混乱する。いい機会だ。ま、ここまで来てまだ日本を侮辱するとは。日本は所詮アジアの三流国に過ぎない。どうだ、違うか。き、貴様、チヌやチリのことも忘れてはないぞ。ついてこい、決戦だ。ああ、上等だ。こうして、日独のトップ同士による決戦が始まった。
ショータイムだ。ここでケリをつけてやる。命乞いしろ。何を言っているんだ。我が日本勢力は降伏なんぞしない。たとえたった一両になろうとも、諦めない心がヤマト魂だ。遺言はそれでいいか？あ。面白いやつだったよ。じゃあな。貴様は？俺は、日本3新トップの、STB-1 だ。なんだって？ 6-1、あとは俺に任せろ。さあ、レオパルト1やら、1対1で対決しようじゃないか。ああ、順当だ。そ、なんて性能なんだ。これで終わりだ、レオパルト1。ふざけんじゃねえ。なぜ、戦車大国である我がドイツがアジアの産油国に負けないといけないのだ。他国家を兵器で攻める国が存在してはならない。さあ、遺言を聞こうではないか。貴様、ソ連の後はドイツも崩壊させる気か。当たり前だ。我々の目的は世界の覇権を握ることではない。自国を死守することが我々の存在意義だ。いいか、我がドイツツリーは永久に不滅だ。じゃあな。STA、無事だったか。ああ、イギリスの閲覧会に行った甲斐があったな。閲覧会？ああ。俺の秘宝はイギリス製なんだぜ。こいつの開発が遅れていたら、きっと日本ツリーは崩壊していただろうな。そうか。STD よ。私の代はこれで終わりだが、今後の日本をより良いツリーにしてくれよ。ああ。じゃ、本当に帰りますか。あ、待て、レオパルドはどこ行った？レオ、大丈夫か？うん、僕は平気。でも、僕のせいでたくさんの戦車を失ってしまった。僕の大切な人も。僕は、やっぱり、ドイツに。ああ、俺たちは構わないさ。たまにはこっちにも来いよ。うん、きっともっと素敵なドイツを目指すよ。春の空へ告げるひらりひらり落ちた流れる涙のよう風となって手を伸ばしてた共に笑った名もない日々に思い描いた未来の地図は共に語った子供のようにいつまでも忘れない春にはそれはそれは綺麗な花が迎えに来るのさ流れる涙のよう風となってまたいつか